はい、こんにちは、レトスノームです。今回は区分建物の登記について解説いたします。まあ、今回の問題は参考程度に聞いていただければと思うんですけども、区分建物、まあ、区分所有建物ですね、分譲マンションと考えていただいたらいいんですけども、分譲マンションについては通常の土地とか建物の登記記録とはちょっと違うんですね。登記簿を確認していただくと分かるんですけども、例えば、ある不動産会社から新築を買いました、自分が所有するマンション一室の登本取ってみようと思って登本取ると、このようなものが出てくるんですよ。これが登本の内容ですね。まあ、今ここには表題部を書いてあって、その下に権利部というのがあって、まあ、そこに保存登記、所有権保存登記っていうので、まあ、新築を買った人の名前がこう書かれているんですけども、こう表題部だけなんですけども、表題部だけで大きく分けて2つあって、でさらに細かく見ると 1,2,3,4 つあるんですよ。でこれは何かというと、まず上の部分については一つの建物に関する登記の内容が書かれています。で下については一室、一つの部屋ですねについての内容が登記されています。このように分けることができるんですね。でまず一つ、一棟の建物、マンション全体の建物について、例えば〇〇マンションで鉄筋コンクリート造り〇〇階建てとかで書かれているんですね。でまあ、これが建物に関する内容ですね。でそれに対して土地に関する内容もここに記載されます。敷地権の目的である土地の表示、まあ、所在地はどこなのか、何平米なのか、例えば1000平米とか2000平米とか、まあ、そういうふうに書かれるわけですね。これが一つの大きな建物、マンション全体に関する建物と土地に関する表題部の内容です。で一方で下がマンション一室の内容ですね。占有部分の建物の表示、一つの部屋だから面積はちっちゃいですよね。例えば60平米とか、まあ、そういう情報が書かれています。また敷地権の表示、これも記載されている場合が多いです。もう最近のマンションであれば、まあ、これはほぼほぼ記載されているんですね。これっていうのは、この占有部分に対して土地の利用権ってどれぐらいの持ち分持っているのかというのが書かれているんですよ。例えば1万分の150とか、まあ、これ持ち分ですね。つまり一部屋に対して土地の持ち分はどれだけなのかというのがここに書いてあります。でさらにこの一部屋に関する所有者もここに記載されます。ここの所有者っていうのは〇〇不動産といったように分譲会社の名前が記載されます。つまりこのマンションを建てた業者ですねの名前が記載されます。でこの業者っていうのは建物を新築してから1ヶ月以内にこの内容を登記するんですね。登記しなければなりません。でその後この建物のこの一室をあなたに売却した、つまりあなたがこの新築マンションの例えば101号室の買い主となるのであれば、次はあなたが所有権の保存登記の名義人になってくると、まあ、いう話ですね。なんで保存登記の所有者のところにあなたの名前が載ってくる、これは権利部に関する内容なんですね。なのでまあここの表題部には載ってこないんですけども、権利部のところで新築マンションの一室を購入した人の名前が入ってくるよという話です。でここに敷地権の表示が記載されているっていうことは何を指すかというと、これは占有部分とこの敷地利用権、まあ、敷地権って敷地利用権って考えてもらっていいんですけども、この敷地利用権は分離処分できないよってことを表しているんです。これはもうセットなんだよっていうことをこの表題部から確認することができるんですね。もし分離処分できるってなってくると、これないんですよ。なくて土地については土地について別途登本があるんですね。登記記録が分かれてあります。もう最近のマンションは、まあ、ほぼほぼないんですけども、古いマンションとかになってくるとある場合があるんですね。なので、まあ、ここに敷地権の表示が書かれていれば、あ、これは占有部分と敷地利用権、分離処分できないんだな、というふうに考えていただければと思います。すいません、これ点抜けてましたね。あまり重要ではないんですけども、点ですね。点。まあ、今回は、区分建物の登記の内容について、まあ、基本的な部分を解説させていただきました。まあ、あまりこの部分が試験で問われるってことはないんですけれども、まあ、問われるとしたら、まあ、登記の申請期限、新築してから1ヶ月以内というぐらいですかね。まあ、この登記っていうのはこれ全て一緒に登記してくださいって話なんですね。一個一個登記するんじゃなくて、これまとめて登記するって話なんですけども、
まあ、これぐらいかな、出題される部分はっていうところですね。まあ、この表示があるから分離処分できないよってことを表しているっていう部分は、まあ、試験では出てこないので、まあ、これは参考程度といった感じになります。まあ、今回の内容については参考程度に、もし頭に入れることができれば、頭に入れるぐらいでいいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。